昔の話いらないんで、とりあえず痩せてください。デブに説得力ないです。お前誰？お前誰？知らねえ。今の話じゃなくてさ、これからの話につながっていくわけだし、それすらもわかんないんだったら言葉出すなよ。以上。まずは行動すること、努力すること。もう本当に1日8時間みんな大体一般的には働くんだけど、じゃあその8時間のうちにやらされてる仕事をやってる時って身が入ってるかどうかっていう話なのね。俺が常々考えてるのは、何かを頼まれた時にただやってるだけってこれスッカスカなのよ。なぜ今これをやってるのか、今自分がやってることは一体何なのか、自分がやってることがもしいなくなったらどんだけ社会に対して影響を与えるのか、お客さんに対して影響を与えるのか、その上で今私がちゃんとやるのと私がなんとなくやるので、一体この自分が作ってるものが外に出た時どう結果が違うのか、ここを考えられたら、その8時間のうちね、純労働が8時間のうち全部これを考えてやってる人はめちゃくちゃ頭も良くなるし成功します。ただ多分大体の人たちはその8時間を何も考えずに過ごしちゃうことが多いと思うの。そこの差じゃないかな。同じ8時間の使い方でも、ギュッとした8時間とただ過ごしてる8時間じゃ1と100ぐらい違う、もしくは下手したら0と100ぐらい違うんじゃないのかなって俺は思うな。自分が何を喋ってるのかってこともまず理解してない人も多いし、さっきのコメントのね、ちょっとあまり知能がよろしくないようなコメントをしてきて山口ちゃんに叩かれた人もそうだけど、自分がそのコメントをなぜするのかってことをまず理解してないんだよね。そう、自分が何を喋ってるのか、自分が何を発信してるのか、自分が何をコメントしてるのか、そしてなぜそのコメントをしたのかって、自分のことを理解できてないとやっぱり過ごしづらくなるんじゃないのかなって思っちゃうんだよね。ちなみに僕酔っ払ってますけど、自分が喋ってることをちゃんと理解して、頭の中でなぜこれを自分が喋ってるのかっていうのはもう常に理解して喋ってます。まあどうしてもね、感情的になっちゃうときはそれができてないことが多いけども、でもね、基本的になぜ自分がその話をするのか、なぜ自分がこういう顔をしてるのか、なぜ自分がこういう行動をしてるのか、なぜ自分は叱っているのか、なぜ自分は褒めているのか、なぜ自分が嬉しいのか、なぜ自分の気分が下がってるのか、基本的にはこれは全て理解してます。理解した上で自分の外に出してます。これすごい大切です。ちょっと難しいかもしれないけど、これができるとめちゃくちゃ人生楽になります。だって自分が何かをしたい時に全て組み立てられて、どうやったら今の自分がそこに行けるのか、その上でどうやったら今の自分がそこに足りてなかったら、何をすればそこにたどり着けるための力が手に入れられるのかっていうのが理解できるからね。本当に理解なんですよね。もう俺みたいなね、本当にもう零細企業のね社長がこんな偉そうなこと言うのもなんですけど、
でもこれはマジで大切です。コメント戻ろうか。